どうもロシングルです。新たなゲームモンスターコンターズ混沌の戦略団、こちらやっていきましょう。こちらなんと無料で遊べるんですけれども、リリースが2024年8月31日、開発はスメラギという個人開発の方ですね。発売は冬もしくはヒュユと読むんでしょうか。でこちらどういうゲームかというと、 TRPG とゲームブックを融合したようなすげー自由度の高いストラテジーゲームなんですけど、新ジャンルですね。 AI を使って物語を展開させていきます。単性バトルなんですよね。これがとにかく面白い。 TRPG のね、あの自由度の高さ、あの遊んだ方は分かると思いますけど、とにかくプレイヤー本人のアイデア次第でどういうことでも解決できるかもしれないみたいな自由度の高さが AI を利用することで可能にしております。というわけでまずは討伐準備。まずね、主人公は何の、戦闘力もない魔物使いなんですよね。で3匹の魔物を利用してパーティーを組むんですね。自分が持ってる使役するモンスターですね、この中から3匹選びます。まずこれ、唯一の人間グラディウス。設定はグラディウスはかつて平凡な農夫だったが、村を襲った魔物から家族を守るために戦士となる決意をした。戦士としての訓練を重ね、その力を認められて王国の精鋭部隊に加わった。彼の戦い方は力強さと技巧を融合させた、まさにバランスの取れたものである。弱み、弱点あるんですね。自己犠牲の精神が強すぎて自らを危険にさらしすぎることがある。また仲間が危険にさらされた時は冷静さを失うことがあるということで、これおそらくまあ仲間がピンチになると自分の命も顧みず助けに行ったりして自分が死んじゃう可能性もあるということですね。でスキルがありまして、まあ、攻撃の際にね、このブレイブチャージとかアイアンディフェンスみたいなのを、まあ、入力するわけですよね。するとこの技が発動するんですよね。敵に一気に距離を詰め、強力な突きを繰り出す。一定時間物理攻撃に対して耐性を強化するスキル。で次がテラサルタ。こちらサソリですね。見ての通り広大な砂漠で生息し、小さな集団で生活する。テラサルタは砂漠の近くに複雑なトンネルを掘り、そこに拠点を構える。夜行性で捕食するときは集団で協力するが、単独でも十分な戦闘力を持つ。おお、サソリって感じですかね。暑さには強いけど寒さには弱い。毒が効かない敵に対しては戦闘力が大幅に低下。砂嵐の前、砂漠の砂を操り敵の視界を奪い行動を制限する。なんか魔法ですね、要は。で毒針、かなり強そう。甲殻類なのでね、守りも硬そう。そしてバズリ、蜂のモンスターとして生息しており、野原や森の中で小さなコロニーを形成して積極的に襲いかかることはない。そう脅かす相手には一致団結して立ち向かう。単体で行動すると弱い。小さな毒針、それから群れの結束、近くに蜂がいると防御力攻撃力が上昇。おお、森で戦うとじゃあ強いのかな。ログドン、古代の山岳地帯で生息していた草食恐竜の子孫、現在の山岳地帯でも見ることができる。あー、草食恐竜か。攻撃力は高くない感じだね。移動力は遅く、素早い敵には対応が難しい。また防御力はあるが体力は低い、持久戦に弱い。トゲのお撃、山岳防御、岩地や山岳地帯での防御力が2倍になる。最後クマ、グリズルベア、森の中でひっそりと暮らすクマのモンスター。普段は木の実や蜂蜜を食べているプーさんじゃん月のマグマですね。力はあるが攻撃的ではなく、脅かされるとすぐに逃げ腰になる。音に敏感で突然の大きな音で怯えてしまう。普通のクマですね。だがベアクラッシュ、一瞬の勇気を出して突進する。ニュートラルハウリ、弱々しい声で吠えることで敵の注意を引きつけるが、自分がダメージを受ける確率も上がる。なるほど。というわけでね、お金を払ってまあモンスターを買ったりして刺激するモンスターを増やしていくわけなんですけどもね、まあ、最初はこんな微妙なキャラで戦っていかなきゃいけないわけですね。ただまあ自由度の高さが売りなおかげで、たとえ戦闘力が低くても口八丁手八丁で切り抜けたりするわけなんですよね。そこがこのゲームの本当に面白いところ。ぜひ適当なことを言い逃れで敵モンスターからねトンチを効かせて脱出する、そんなプレイを見せれたらと思います。とりあえずグラディウスと頼りになりそうなサソリと、そうだな、クマタン、これでいきましょうか。討伐掲示板、ここにね討伐難易度があります。
まあ星がね高いほどなかなか攻略が難しいわけなんですけど、これすらねトンチでなんとかできる可能性があるという面白さ、これをぜひ見せてあげたい。毒蛇退治スピード勝負、熱帯密林から来た家紋の毒蛇が出没、早くて毒を持つが耐久力は低め、毒の一撃に要注意、素早く対処して毒蛇を退治しよう。これは難易度2だから良さそうですね。行ってみましょう。うわー怖そう。沼地の考察者ヴィベラ AI が文章を作っております。熱帯の湿気をはらんだ風が一行の方を撫で、生い茂る木々の隙間から朱色の毒蛇、沼地の考察者ヴィベラが姿を現した。その爬虫類の目は獲物を射抜く鋭い光を帯びている。ヴィベラは不気味なほど静かに舌を出し入れし、今にも襲いかかろうとしていた。怖いね。さあおそらく毒持ちだからサソリは多分強いよね、こいつに対して。残り2人がどう戦うかってところですけども、沼地なので多分サソリね沼地弱いと思うんだよな。じゃあどうすんのって話ですよね。例えばこういうのはどうだろう。ヴィペラはお腹いっぱいなのでスルスルと巣に帰っていってしまう、そんな物語を紡ぐのはどうでしょう。やってみよう。こういうのはどうでしょう。しかし先ほど食べたバッファローで腹を満たされたヴィペラ、のそのすと這いずることしかできないため、威嚇しながら自分の巣へ戻るしかない。これでどうだ AI さん、どういう答えを出してくれる。木々の間からぬっと現れたヴィペラは確かに不気味な赤い体色を誇示していた。しかしその動きは鈍重で、威嚇するような舌なめずりはどこか間抜けな印象を与えた。ヴィペラシュッシュッ、重い、動けない、せっかく人間が来たのに。どうやら満腹のようで戦闘になるどころか、こちらを警戒しながらもゆっくりと後退を始めた。巨大な体空は時折枝に引っかかりながらも茂みの中へと消えていく。グリズルベア、今のうちに。臆病なグリズルベアはヴィペラが視界から消えるやいなや一目散に逃げ出した。照らされたも危険が去ったと話し、砂ぼこりを巻き上げながらグリズルベアの後を。グラディウスは一人取り残された。魔物使いの傍らを堅実に守りながら静かに森の奥へと進んだ。結果毒蛇討伐には至らなかったものの、ことなきを得た一行はそれぞれの安堵を胸にキロに着いたのだった。クエスト終わり、討伐失敗。討伐失敗しちゃった。殺さずの誓いで行こうかと思ったら全然失敗かよっていう感じでね、マジでこういう自由度の高さやばくないですか。めちゃめちゃ面白い。発想次第でこれ退治できたわけですよね。ここに文章さらに追加で、例えば巣に戻ったところを追いかけて煙でおびき出して縛り上げるみたいな、そういった文章を打つことでもしかしたら成功したかもしれないんですよね。そのワクワク感を考えたらもう一回戦いたくなるよね。ただ残念ながら文字所持数というのがありますので、討伐に向かうたびに文字が消費されていくんですよね。で15万1000文字今ありますので、マックス15万字あるんですけども、これがなくなると遊べなくなっちゃいますので、まあ、テキストをね少なく自分の目的まで導いてあげるというのもテクニックの一つではないかと思っております。難しかったな。もう一回戦いたいな。来ました。熱帯の密林にうっそうと茂る木々の間から不気味な赤い光が明滅する。湿った空気の中かすかに硫黄の匂いが漂う危険な気配が辺りを包み込む。木々の陰から姿を現したのは巨大な赤い蛇、沼地の考察者ヴィペラ。その体育は通常の3倍はあろうかという異様な大きさで、毒は炎のように輝き、毒牙から緑色の液体が滴り落ちている。ヴィペラは不気味なほど静かに獲物を狙う獣のような目でグラディウスたちを睨みつけていた、という AI が作るがゆえに導入部も違うんですよね。これ面白いよね。よしやってやろう。だが脱皮したてのヴィペラの体は柔らかく、
森の枝や小石すら自らを傷つける刃となって襲いかかる。痛みにもだえているところへグラディウスたちの三位一体攻撃、ジェットストリームアタックが炸裂する。くだらねえ、こんなんでいいのかよ、これで戦えんのかよ。グラディウスが雄たけびを上げ、ブレイブチャージを発動。大地を蹴り上げ、すさまじい勢いでビペラへと突進する。テラサルタは砂嵐の前でビペラの視界を遮り、砂塵の中に毒針をひらめかせる。グリズベルベアは恐怖ですくみながらも仲間の勢いに押されるようにベアクラッシュを繰り出す。三方向からの同時攻撃、ジェットストリームアタックが炸裂。ビペラ、グオー、予想外の攻撃だと。脱皮直後で体が柔らかいこのタイミングで攻撃とは卑劣な。ビペラは脱皮直後で体が柔らかく、さらに砂嵐によって視界を奪われていたため攻撃をまともに受けてしまう。グラディウスの剣がビペラの柔らかい腹部を切り裂き、テラサルタの毒針が体内に深く突き刺さる。グリズルベアの突進がとどめを刺す。ビペラ、くもはやこれまでか。だが覚えておけ、我が一族は必ず。巨大な体育が崩れ落ち、ビペラを生きた生きたいだ。辺りは静まり返り、硫黄の匂いだけが湿った空気に残っていた。グラディウスは剣を鞘に収め、テラサルタは静かに砂塵を収める。グリズルベアは恐怖から解放され、安堵のため息を漏らした。ふう、なんとか勝てた。油断するところだった。確かに脱皮直後とはいえ危険な相手でした。ひぃ、怖かった。もうこんなの嫌だ。クエスト終わる。すごいよね、こっちの都合いいように物語を展開できるチャンスがあるんだよね。この自由度の高さ、本当にメロメロ、楽しい。いやー、こんな感じでね、どうとでも物語を転がすことができます。いくらでも自分をピンチに陥らせることもできるし、ワンターンで超巨大ドラゴンを倒したりすることもできる。それはあなたの脳から発せられる物語次第。この面白さぜひ共有していただきたい。というわけで今回はこの辺で、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。